先ほどペリスティリウム白虎完全制圧の砲が届きました。ついに落としましたか。思いのほか手間取りましたな。シドールスタインはいかがしました？現在行方を捜索中です。しかし白虎クリスタルを抑えたのであれば彼は何もできないでしょう。はい、我がスザクによるオリエンス統一、ここになされる。まだダメ、あともう少し。レム？レムさん？時の歯車は大きな音を立て回転する。そして戻れぬ時を刻む。一つ、二つ、三つ、四つ、時は満ち、始まりの封は切れる。そして世界に雷の小羽根響かん。つまりこれはクリスタルの意志。九と九が九を迎えして式の姿脈の精神すべてにおいて意味を始める。そして始まりの風に消して、すべてにおいて意味を。この日、世界が変わった。突如、空は赤くなり、海は漆黒に塗りつぶされた。